竹村家は広島県尾道市にある料亭旅館。1902年尾道市久保で養殖屋として創業。1920年その地で料理旅館としてリニューアルオープンした本館と1962年尾道市美濃郷町でオープンした別館からなる。創業から一貫して経営は竹だけ。料理は解石。食事のみの利用もできる。 南は、小道水道に面し、客室の窓のすぐ外が海になっている。このような構造は、小道では2軒だけ。客室の他に、2階に、約100人収容できる大広間がある。おもや、家モ及び兵が、国の登録有形文化財。小津安二郎、東京物語ゆかりの旅館であり、その時の記念品が飾られており、宿泊客の2、3が、映画ファンであるという。 尾道市中心部から北にあり尾道の奥座敷と言われる養老温泉郷でオープンした。こちらのみ温泉。本館と同様にすきや作りだが、設備は近代化している。尾道は、瀬戸内海水市の海運をび、商業の町として栄え、一時は広島県経済の中心地であった。尾のの中心街に近い久保町、渡瀬橋東詰2902年西洋料理屋、 竹村屋として開店した。朝日ビアホールの看板を掲げていたが、ビアホールの形態ではなく、洋食屋であった。尾道発の洋食屋。滋賀直や安夜航路の走行にこの店のことが書かれている。主人公は思うところがあって、田舎にしては立派な床屋で丸坊主にし、その後ブラブラしていると、正午を杉原が減ったため当てもなく、東へと店を探していく。 そこで見つけたのがこの店だった。海岸の方に出てみた。海に面したところに大きな料理屋があって、このところでは盛んにシャミセン太鼓の音がしていた。小さい橋を渡ると、やはり海へ面した川口に朝日ビールの看板を出した西洋料理屋があった。そこで昼食をした。細々したことを書くと、キリがないが、ライスカレーを言うと、それに、 生卵を一つつけてきたりした。アンヤコーロ総工4、現行19から20なお、アンヤコーロ総4は、滋賀の日記と同等のものであるという説があり、つまり滋賀がここでカレーを食べた可能性がある。またアイスクリームも売られていた。当時は、アイスクリームの工業生産構前で一般には、普及しておらず、さらには冷凍庫もまだ誕生していない時代で、 アイスは大変貴重なものだった。現在、竹村家で出されるデザートのアイスは当時と同じ製法のもので出されている。ただ、この洋食屋は火事により全焼した。1920年、火事を機に料理旅館として全面的に建て替えられた。これが現在の竹村家本館である。歴代の女将の一人に、林文子と尾道高等女学校の同級生がおり、 林が尾道に立ち寄った際に、ここで歓迎会が行われその時の写真が残っている。ここが一躍有名となったのは、小津安二郎の代表作、東京物語でのことである。この映画は、尾道でも撮影されたがロケが決まった理由の一つとして、当時の竹村家主人と脚本家の柳井隆夫が、いとこだったため協力しやすかったというもの。小津ら主要スタッフ。 隆ュウ州、原節子、香川京子ら主要キャストがここに宿泊している。俳優陣の尾道弁の指導には、竹村家の主人と女将も参加し、東山千恵子の尾道弁は、竹村家の女将そっくりになったという。竹村家の建物も撮影に使われ、東山が演じた、平山富の葬儀後の食事のシーンでの料理屋が、ここである。また別の場面で、周吉治、修、 三平の三人による飲み屋での会話の中で、三平が、ああ、竹村家でか。と言った後、大笑いするシーンがあるが、これはオズが、竹村家への感謝として加えたものと言われている。東京物語のオマージュである、山田洋次、東京家族では、ここでロケは行われなかったが、そのセリフはそのまま、残っている。また、新藤兼人もここをよく使い、例えば、若年期の自伝的な作品である、 石内神城高等小学校花は散れどもでは1、3のシーンがここで撮影されている。1962年養老温泉郷に新たに竹村家別館をオープンする。2004年本館のおもや、門、兵が国の登録有形文化財に登録された。この記事は以下のカテゴリでも参照できます竹村家本館に関するカテゴリ竹村家別館に関するカテゴリ ありがとうございます。